小井ちゃーんというわけで小井ちゃん久しぶりでございますご無沙汰しておりまして申し訳ございませんでした長野市議会議員私がオレンジの男小泉一真でございますこんばんはというわけでねあのちょっとね間を置いちゃいましたけども 忘れないで、こいちゃん、ご視聴お願いします。じゃあ今日のテーマ、じゃじゃんと、約束果たせず借金増増えちゃった。これ何の話なんだっていうことなんですが、あのですね、南長野運動公園総合球技場っていうのがありましてね、パルセーロの本拠地スタジアムですよね。で、80億円、 建設費をかかけままましししてててねね無事竣工しましてこの春で今年から、ね、パルセドが使ってますいいスタジアムができたということであのパ,パルセイドの、ね、選手の方も球団もそしてねサポーターの方も市民の方もみんな喜んでくれてまあ、それはいいんだけれども80億円ちょっと高いなっていう声も最初あった、まあ、そうだけどそれはいいんだけれども小泉はちょっと気になっていることがあります。 それは何かっていうとねあのー、80億円のうち6億円は寄付で集めますよってことを長野市役所は言ってたんですでこれは別にね80億円高いから6億円ぐらいは寄付で集めるべきだよって議会が言ったわけでもなければ市民が言ったわけでもないで長野市役所がね自分から いやいや、6億円は寄付で集めさせていただきますという予算案を議会に出してきて、ああ、そう、そうなんですね。<laughs> 6億大丈夫なんですね。じゃあ、お願いしますと議会は可決したわけですよね。だけどね、ほんと6億ってね、こんな田舎の、田舎の町って言っちゃいけないけども、東京とかね、大都市だってね、あれサッカーがね、ものチームがいくつもあって、 盛り上がってるとこだったけど、集めるのって大変だと思いますよ。こんなとこで本当に大丈夫なんでしょうか。で、案の定ね、集まらなかったんです。で、というやり取りが、この8月のね、議会、小泉と市役所の間の議会一般質問でありました。で、小泉はね、それおかしいんじゃないかと思うんですね。なんでそれ小泉がね、こだわっているかっていうと、ザザザンと。 でこれはね、26年3月議会だから、去年のお話です。去年の3月議会、小泉は聞きました。で、この時ねあのー、5億円も、5億円ね、5億円、長野県庁が補助でくれるっていうお話がね、ちょうど出てきてた時なんですね。で、小泉は聞いたんです。6億も集めるっていうけどね、それ大変でしょうと。で、県補助金5億円の見通しがついたからっていうんで、 寄付金の6億円の財源構成を今後大きく減らすことはあるんですかと小泉聞きました。つまりね、これね、小泉にしてみれば、6億円のうちじゃない、6億円のうちじゃないけど、6億円とは別に5億円長野県がくれるって言うんだから、じゃあ5億円さっぴいて1億円寄付集めるっていうことにしちゃう、しちゃうのしちゃうしちゃっても、 いいかなみたいな感じでちょっと半分はね確認半分は6億集められなかった時のためのね言い訳助け船のつもりでね質問したんですよだけどね意外なことにと言うべきか行政への答弁っていうのは非常に確信とあのやる気に満ち溢れたものでございまして企画政策部長これはね6億円の寄付っていうのは 財源の手当てっていうことももちろんだけど、みんなのスタジアムをみんなで作ろうをキャッチフレーズにして、市内愛から寄付金を集めると。だプロモーションの一つなんだよっていうことなんですよね。で、今回の県の補助金は本市としては大変ありがたいんだけれども、も補助金の交付の有無にかかわらず、今後ともパルセーロを応援する市民の皆様の盛り上がりをさらに高めるためにも、 引き続き目標に向かって寄付の募集を続けてまいりたい。いい、いい答弁じゃないですか。ね、いつもこのぐらいね、積極的な答弁だといいんだけれども、だから小泉公務に言わいちゃえばね、あ、はあ、じゃあ頑張ってくださいねって言うしかないわけですよ。でそうですよね。そうは言ってもどこが大変ですよ。本当にいいんですかなんて聞けないですよ。で、だけど、やってみたらね、やっぱり案の定そうなっちゃったんですよ。 で6億なんてとっても集まらない。でね、どうなったかっていうと、1億7千万ぐらいしかね、集まらなかったんです。これがね、あのー、決算ついた時の、南長野運動公園総合救助整備事業の財源打ち上げ、決算ベースっていう資料。これ、小泉君いたので出してきました、市役所が。でね、ここの辺、このね、左、右下の辺を見ていただきたいんですけども、 これ、H24 債務負担設定額ってのは、これ当初の予算ですね。当初は、あの、まあ、80億円のうち、借金、これ1000万、10万、100万、1000万、1億、32億円がね、当初だったんですよ。で、6億が寄付。なんだけど、寄付がね、1億7500万しか集まらなかったよと。で、その代わりね、財源としては一般財源。 れつまり、あのー、市民税ですよね。貴重な一般財源。それから借金で穴埋めしました。32億が34億4000万。というわけでね、借金が増えてしまった。 ね、これね、小泉ね、6億集めるって自分で言った、それで小泉が助け船出して5億県がくれるって言ってる、ね、減らしてもいいんじゃねえかみたいなね、質問したんだけど、自分で集めるって。言い切ったのにもかかわらず、この手たらくで、借金増えちゃったんですよね、2億も。でそういう決着の仕方でいいのって。 でしかもね議会の方には小泉が質問しなきゃ、うん、実はこんな決算になっちゃいましたってそういうことをね言ってこないんですよで市民に対してだってね説明しないしでねこれね小泉が心配してるのはパルセーロをねせっかく頑張って応援する人も増えてきていい雰囲気になってきているのにね、うん、こんな味噌ついちゃっていいのかなってで小泉はねこれちゃんとまだ借金の返しがあるんだから借金の返しがあるじゃんねそれは全部寄付で集める。 そういう気構えでやってくださいよっていう質問したんだけど、いや、どうもね、なんかやる気があるんだかないんだかわかんないような答えなんです。でね、あのー、今じゃどうやって寄付を集めているのかと言いますとね、まあ、これなんですよね、これ。これこれ。ピンバッジ。ピンバッジ一回1万円寄付すると、 あの1個くれるって252627年やってきたんですけども、まあ、これがいわゆるふるさと寄付金のお礼の品ですでねこれね長野市はこの27年のピンバッジ終わったらつまり28年あ二2 7年12月を境にもうふるさと寄付金のお礼の品はね全部やめろって言ってるんですよ全敗ですあらびっくり そんな市町村今時あります聞いたことないですよ。あれ、ふるさと給付金ってね、皆さんご存知ですよね。あの、ふるさと給付金の恩恵の品でこの、ここのお米をゲットしようとか、ここの牛肉ゲットしようみたいな、そういう特集って雑誌とかテレビとかでね、ありがちじゃないですか。 で、寄付するとその分税金がこう差っ引かれるから、あの、トータルで見たら男なんだよみたいな話、聞いたことありますよね。で、今どこでもそれ一生懸命やってるんですよ。で、長野市はやらない、くなってしまいます。で、それでいいのかなってことなんですよね、小泉が言いたいのは。だからピンバッジも続けるべきだと思うんですけど。でね、あのー、でね、長野市はね、そのふるさと寄付金に対してね、非常に冷淡かつ消極的で、 ちょっとね、比べてみるとね、これ,これね、あのー、この間8月26日、品沼市新聞載ってたんですけど、飯山市です、飯山市。ね。飯山市ではお米の寄付がね、非常に好調で、今年度に入ってから、1月あたり1億円ペースで寄付が来ている。重いでしょ、1億円ですよ。 年12億ですよだから年商って商業の商店舎当てちゃいけないけど12億円のでも売り上げがあるってことですよまあそれに対して俺の品はねお金出して買うんだからそれ利益を控除してあの純利益どうなるってかっていうのはちょっとまた別の話だけどそれにしても12億円の年商を生み出しているっていうのはビジネスとして見たってね結構頑張ってますよね飯山市でねじゃあ長野市はどうなの っていうことなんですけどこれが、よいしょ、長野市役所の場合のふるさと応援基金への寄付実績っていうことで、これね、えーと、平成27年の5月31日、5月末、だから4月5月ってね、2月きやった実績なんですけれども、でね、27年、ここ見てください、ここ。ここね、ここ赤丸で囲ったところ。平成27年度、 594万5000何かしですよ。だいたい600万。ひと月に直すと300万ですよ。ひと月300万ペースです。片や飯山市1億円ペース。片や長野市300万ペースです。寄付金ね。売り上げ。長野市は年商3600万円です。だってそりゃそうですよ。だってろくな商品出してな、ピンバッジなんてね。ピンバッジだって欲しがる人いるんだからやればいいのに、ピンバッジさえやめるって言ってますよ。 でそれでいいのかってこんなことでねこんな財源獲得の姿勢でいいのかっていうのもあるしもっと言えばね長野市のプロモーション真面目に考えてているんんでですすかってことなんですだって長野市のお米でも長野市のリンゴでもね何でもいいです長野市のあんずでもあの桃でもいいけどそういったものをね寄付の御礼として特典メニューこれあげますよって言えば 全国から喜んで寄付集まるんですよ。これもう目に見えてます。で、それやらないんですよ。そうするとね、長野市のそういう産品、産物のプロモーションの機会がね、減ってしまう、奪われてしまうっていうことなんですよ。その分の長野市の産品の経済効果、需要のね、創出効果も失われる。それに伴って、 ありうべき雇用の効果も失われる。だから経済効果をね、長野市は自ら生み出そうとしていないっていうことなんです。で、それに加えてもう一つ深刻な問題があります。長野市の税収が目減りしていくっていう危険性です。これはどういうことかっていうと、長野市民もね、お得なおまけがあれば寄付しますよね、よその市町村に。 寄付しますよ。そうすると税金から控除されますという話したでしょそれどっから控除されるかっつったら長野市のここの税金から控除されちゃうんですよつまり長野市の税収はその分目減りしてしまうんですじゃあ目減りしてしまった分どうするかって言えばよその市町村はだから一生懸命やっている寄付で集めるしかないんですよ でね、ふるさと寄付金っていうのはねこういうね二面性を持ってます一生懸命やってるところは報われますだけどねやってないところは報われないです今までと同じところか税収目減りしていくそしてプロモーションでもね効果が上がらないからどん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 相対的地位っていうのがねその地域において低下していってしまうっていう可能性がありますだからこれはね 一生懸命やらなければいけないよねって小泉は訴えてきてるんですけども長野市役所はねあのあんまりね一生懸命じゃないんです加藤市長もねあのどう言ってるかっていうと長野市のような大きな都市が行うと小さな市町村はそれによって刺激をしないとなっていいと思うけども大きな長野市がやると不公平なみたいなこと言ってるんですよねこれ逆なんですよ逆っていうのは 本来ね、東京みたいな大きな町はね田舎のものを買いたいんですよな東京にあるものなんか日本全国から買えるんだけど東京にあるものなんか欲しくない田舎のものが欲しいんです東京の人はだから田舎に寄付しますよでそういういそれでね帰ってその周りのね地方の方々は東京のものなんかデパートでもどこでも売ってんだからあえて東京のものなんか寄付しようと思わないんですよ だどういうことかっていうと東京のお金が地方を循環する一つのきっかけにもなっているのがふるさと寄付金制度なんですこれはねやっぱりねやらなきゃいかんと小泉は思いますでねあのそれだけじゃなくてね例えばねあのふるさと寄付金でもって 地域の活性化ってていうことをね考えもだから小泉は思うんですけど小さな市町村はそれによって地域越しになりい,いいと思うっていうんならじゃあね合併前の木なさとか戸隠とかね豊野とか大岡それぞれ自分の地域のね振興のために合併しなきゃ絶対ねふるさと寄付金の特典のメニューの開発一生懸命やってたと思うんですよ。 じゃあ長野市内のそういったね、旧市町村だけにとらわれず、地域単位で行っていくんならいいんですかね、中産幹事だって、比えしてますよ。財源欲しいと思いますよ。で、行政と地域が密接に協力し合う関係を築く後期とできるのであなんできるのではないか。これはだから、一緒になって取り組めばいいじゃないですかっていうの小泉の提案です。地域と長野市が一緒になってね、 金の応援メメニニュューーをを開開発発ししてて特典でねそれから、ね、地域おこし協力隊員っていうのはねいるんですよね今東京とか都市部から来て中山間地に入っていってねそれぞれ仕事持ってるんですよあの農業とかねあのあのなんか豆腐を地元の豆腐を復興するんだみたいなことをやってる人もいますよだよねこの人たちね3年人気な3年経ったら 地域おこし協力隊員の身分ってね公務員の身分を失っちゃうんですよ自分で自立しなさいって言われちゃうんですで地域おこし協力隊員の一つのね目標はその地域に定着していただきたいっていうのが実は本音,の本音としてあるんですよねでその時だけどいきなり放り出されてね何の反応もなく自分のじゃ農業で作ったものじゃ自分の豆腐作ったものをどうやってやってくるくんだ ふるさと寄付金のね、特典、特典のメニューにするから、応援してやるから頑張ってくださいよぐらいのこと、やったって全然罰当たらないと思いますよ。そういう風に、例えば一例、一生懸命やっていくべきだと思います。ふるさと寄付金の応援、特典のメニューですね。小泉一馬はね、これをね、今後も訴えていきたいと思います。でね、魅力的なメニューがね、できたらね、皆さんも 寄付してください。お願いします。<noise>